しゃいませ。地区の4団体の連合会長の、会長をさせていただいております、徳永と言います、今日は晴天で、全く良い日和であると思っております、今日は野田市長をはじめ各議員先生に出席していただきましてありがとうございます。商いは人の力と言いますね。商いは人の力でありまして、人は人という字は支えられております。で、本、百軒商店街も初めは一箇所でさせていただいたんですけれども、4団体が結束すればより大きな力となって入ってくるということで、去年第1回目、今年は2回目の開催ということになっております。これからラグビーのワールドカップがあります。でこれに向けてですね、一層前進していきたいと考えております。はだはだ簡単でございますが、一言挨拶させていただきます。ありがとうございました。副会長木本久美子さんです。で、花園商店会副会長池尻ひとみさんでございます。河内花園飲食店会会長近藤正幸さんでございます。スーパー花園店舗会会長岡島文康さんでございます。野地区商業団体連絡会事務局長前田正道さんでございます。東大阪市長の野田義和でございます。今日はもう花園の100円商店街ですね。100円っていうのもね、すごくお手頃感があっていいんですけれども、この商店街の商っていうのは笑うっていうね、すごいいいですね。ちょっとね、東大阪の商店街少しずつ元気がないんですけど、商店街っていうのはね、町にとってなくてはならないものなんですね。でこのやっぱり商店街が元気であるかどうか、まさに商店街に行ってみんながこう笑うことができるかどうかで、街のいわばエネルギー、ちょっとすごいというか、この足じゃなかったら多分普通に生活しているんですよね。はい、で、はい、この足やから今こうやってね、いろんなテレビとかに取り上げてもらったりしてるんで、そう考えたら全然この足のおかげで今いいように人生回ってるなって思ってるから、なるほど、あまりマイナスには捉えてないです。
あ、なるほど、はい、すごくプラス思考ですね。でも、まあそうですかね。逆に、ね、この足治られたら困るなって今思ってます。うわ、そこまで思ってらっしゃるということは、すごい何事もプラスに取っていくということがまた上山さんの魅力になっているんですよね。あの小学校であったり大阪市内の小学校であったり、そういうところの授業の時間を1時間2時間ぐらいお借りして、一緒に子どもたちとラグビーを通して遊ぶっていう活動をしています。今あの実はふれあい祭りさせていただいているんですけど、私ののびっこ部会の方にも近鉄ライナーズの選手の皆様お越しいただいております。そこで子どもと一緒にね遊んでもらってラグビーの楽しさを教えていただいているなと思ってますね。以上でワールドカップ開催されるっていうのはやっぱ嬉しい、嬉しいですよね、はい、やっぱ僕はその舞台に立ちたいなという思いもあります。だからそれに向かって、はい、頑張りたいと思います。はい、皆さんぜひとも応援お願いいたします。はい、続いて南東さんお願いします。あ、そうですね、もう同じ意見で本当に東大阪市全体でこうラグビーワールドカップ成功させるためにこうやって応援してくださっているので、あのそれに応えるために我々も一人でもその舞台に立てるように